Come on. Say something. Kay Teo. Gulu Gulu Family. Mina san, o genki desu ka? Gulu Gulu Family desu.私たちはバンコクで開催されている読書に来ております。チャンネル登録よろしくね。キュー、キュー。開催場所はザ・モールバンカピです。たくさんのワンちゃんたちが来てるんですよ。例えばビーグル、シベリアンハスキー、ポメラニアン、コーギー、フレンチブルドッグなど。あ、こちらはピットブルですね。吠えられちゃった。かわいい、チャウチャウ犬ですね。それでは皆さん、一緒に楽しみましょう。レッツゴわー、かわいい。こちらは犬や猫ちゃんたちのアダプションのコーナーになります。ですね、すべての犬や猫にですね、温かいお家をという願いのもとに、活動されている民間の団体です。こちらの団体のですね、詳しい情報は概要欄に載せておきますので、興味がある方は問い合わせしてみてください。はい、とっても可愛いですね。はい、こちらの可愛いワンちゃん、ちょっと病気してるみたいですね。はい、それでもね、アダプションしてくれるとありがたいです。Hello. Yeah, no, they relax. はい、こちらのコーナーはアジリティです。聞いたことがありますか？アジリティとは、犬とハンドラーと呼ばれる指導手がペアとなって行われる競技です。競技内容は、コース内に設置された障害物をハンドラーの指示により、犬が順序通りにクリアしていくという内容で、その障害物はハードルやトンネルなどたくさんあります。順位は障害の失敗や拒絶がなく、かつ標準タイムと呼ばれる制限時間内にクリアしたペアのうち
最もタイムが速いペアが1位となります。なお、タイムが速くても失敗や拒絶があるとタイムから減点され、その順位はタイム内で完走した減点のないペアよりも下となってしまうんですね。日本では1990年代前半に紹介され、その競技人口は今でも増加傾向にあり、ドッグスポーツの中でも特に代表的な競技として広く楽しまれています。なんとおしっこしてしまったようですね。残念。あ、jumping dog again. jumping dog again.皆さん、こちらのかわいいハスキー犬もご家族を探しています。ご興味がある方、連絡してみてください。よろしくお願いします。
ピーチャ。どうぞ。カメラおかしいじゃん。おいしい？のびちゃん。のびちゃんおいしい？もう一回飲もう。はい、どうぞ。สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดหัวใจเป็นกำลังใจให้พวกผมด้วยนะครับในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ